こんにちは、市役所です。続いて後半は東近江町歩きのモニターツアーについて、一般社団法人東近江市観光協会の寺本さん、観光物産課の灰住さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速なんですが、東近江町歩きってどんなイベントなんでしょうか？はい、東近江町歩きはガイドと一緒に町の素敵なところを巡るミニツアーです。ガイドとの会話を楽しみながら、ガイドがおすすめする人や町のスポットやお店を巡ります。はい、ガイドは歴史や自然に詳しかったり、仕事や特技、多様な趣味を持っていたり、東近江のお店や人を好きだったり、そんな素敵なガイドが皆さんをご案内します。なるほど、なんだかこう聞いているだけでもとっても楽しそうですね。はい、東近江市は歴史、文化、伝統の息づく地域資源が数多くありますが、目で見るだけでなくガイドの話を聞いたり、人と出会って交流したり体験したりすることで、東近江市の魅力をさらに来訪者に伝えることができると考えています。はい、またガイドはボランティアで案内するのではなく、有料のガイドとして活躍いただきます。なるほど、ガイドの皆さんは研修なども受けられたとお伺いしているんですが、どんな研修を受けられたんでしょうか？はい、大阪市で、大阪あそぼという町歩きのガイドが、実施されているのですが、はい、その仕掛け人である、一般社団法人大阪あそぼ委員会、代表理事の、茶谷浩二さんを講師に招きまして、3回の、研修を実施しました。はい、研修では、参加者もガイドも一緒に楽しむ、松歩きの秘訣であったり、はい、コース作りの基本について、学んだほか、実際に松歩きのコースを作って、その手書きの、地図を作成いたしました。ガイドの皆さんが自分たちで地図を作られたんですか？はい、きれいに印刷されたものではなく、自ら心を込めて作った地図だからこそ、ガイドのさんの地域への愛着や、ここを見てほしいというポイントが伝わるのではないかと思っています。なるほど、そしてどれもこれもすべて力作ですよね。ガイドの皆さんが丹精込めて作られたこの地図をもとにして街歩きを行うということなんですね。そうですね、3回の研修の他にも実際に大阪あそぼに参加してガイドの手法を学びに行きました。うん、楽しい街歩きを行うためにはどうしたらいいか、また安全に参加者を案内するための対策など多くの情報交換も行われました。なるほど、では東近江市で考えられたコースはどんなコースなんでしょうか？はい、楽しい体験が準備されていたり、ガイドがおすすめするお店で美味しい食事をしたり、こだわりのカフェに立ち寄ったりするコースもあり、はい、参加費はコースによって異なります。なるほど、 2,3 時間程度、2キロから4キロの街歩きが多いですね。うん、また街の特徴や歴史を紐解くだけでなく、人との交流があったり、普段見ることができない伝統工芸の現場を見学するなど、楽しむことができる仕掛けが作られています。すごい。開催案内は検索フォーム東近江街歩きで見ていただけます。わかりました。たくさんのガイドさんに市内で活躍もしていただいて、そして多くの方に東近江市に来ていただいて、東近江市の魅力を知っていただけるといいですよね。後半は東近江町歩きについて紹介していただきました。寺本さん、灰住さん、ありがとうございました。ありがとうございました。